こんばんは。おー来ましたよ。今日はですね、はい、新メンバーの方のエギングタックルをちょっと紹介したいなと思いまして、はい、聞きたいよね、みんな聞きたい、まあ、気になってると思いますんで、はい、何使ってんだろう。まあ早速やっていきたいと思ってますが、うん、紫のジジイ、はい、皆さん、この前の動画覚えてます？とりあえずマー君のリールを買った方がいいよと思う方はチャンネル登録とグッドボタン、うん、ベルマークの方、はい、グッドボタン100いったら買える。100いけばマー君が買い替えます。そこ達成したら、はい、まあ、じゃあリール買えますよ、はい、っていう話してたんです、はい、ただ僕その設定は、まあ、まあ、いかないぐらいの設定で僕は言わせていただきます。言ってました。1時間できたからできるやん、みんないつもしてないだけじゃん。そうなのよってことで、皆さん約束通り私リールを返させていただきます。あらさあ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 、いやうるさかったもんね。そうシャリ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 、そうなのよ、欲でされたことない、気になって気になる。メンバーじゃない人も見るもん。そりゃそうやろぐらいの音だから。どこのかき氷屋さん。何味かき氷は。ちょっと何言ってる。ちょっと言ってる。全然こんなに。はい、ということで、ね、後ほど、マーク購入したリールも紹介して。だから僕今日呼ばれてるのね。そういうことです。本当にいらないんだけども。じゃあ早速ね、タックルのを紹介していきたいと思います。はい、まずはショタからですね。自分からですね、はい、自分は一応今使ってるタックル、エギングタックルですね、はい、ストイストの RT 新しいやつです、はいはいはい、かっこいいね。赤が入ってんだ。赤なんですよ今回。今までずっと青だったんですけど、ね、あれやろ、あのレーシング中みたいな。あ、そうですね、レーシング中です、ね、はい、76の MMH で、リールはエグジスト SLP カスタムですね、はい、ハンドルとかっこいいんだから。最強やスプールですね、うんうんうん、スプールとキャップ、はいはいはい、を変えてます。あとここだけ変えなくちゃいけないんですけどね。エイギングはこのタックル1本でやってます。なるほど、はい、前使ったワーストイストの、76と、はい、86ですね、はいはい、どっちともチタンティップのテロンテロンのやつですね、を使ってたんですけど、新しく出たので買っちゃいたくなっちゃって。なるほど。こう合わせてみないと分かんないんですけど、めちゃめちゃ細いんですよ、ボット自体が。いいんですよ。見えるかな皆さん、こうアジングタックルのなんか穂先みたいな感じになってるよ。めちゃめちゃ細い。めちゃめちゃ細いやん。これが、レーシングチューン RT か RT でノーマルで、これほくろです。これ繊細なのやっぱり細い分。もともとずっとそのチタンディップで、うんうんうん、当たりは多分めちゃめちゃ分かりやすい方のロットを使ってたんですけど、うんうん、まあ、それに遜色ないぐらいの当たりの感度はありますね。なるほどですね。リールをカスタムした理由ってのが、もともとはノーマルのリグジストで、ダブルハンドルでずっと使用してたんですけど、 RT の76につけた時にめちゃめちゃバランスが悪くて、もうどうしてもリールが重たいってなって、どうしようってなった時に軽量ボディの、カスタムでこれでバランスがめちゃめちゃ良くなったんですよ。なるほどね。っていう理由があって変えて、これがメインタックルですね。なるほど、はい、じゃあ今年の春はこれでもうバチバチ以上です。はいはい、続きましてフーミンでございます。どうも。自分が使ってるエギングタックルはですね、はい、メビウス MS710L なんですけど、はい、実はこれ2個目で、1個目はまさかの3キロを釣った時に折ってしまいました。3キロ釣り上げた後に磯で溶けまして、3キロ言いたかっただけのが今のは。そうなんですけど、やらしい理由、それ言った理由がですね、これヤマガさんのホームページには2キロのイカも上げれるようなあのバットパワーですって書いてあるんですけど、まあ、3キロも実際上げましたと。なるほど。もう1回同じロット買いました。そんだけいいと。そうですね。リピしたってことだもんね。そうですね。やっぱ軽いエギの操作性と軽さとしなやかさがめちゃめちゃ自分のこう使ってる感覚にも合うっていうんですかね、うん、とりあえずメインは自分はこれ1本ですね。ロットですね。はい、ロッリールは、はい、一番のセーフィア CI4 ですね、はいはいはい。まあ言ったらバランスがこの辺にあるんですよね、うん、ちょっと先重り、ちょっと重く感じます。なんで自分には合ってるかなっていうタックルバランスですね。あー、なるほど、はい、で3キロ取った煽りもそのリールと、リールとロットですね。モンスター対応でもケゴンじゃないと思います、ね、ケゴンケゴンに行きたい方は、写真を差し込むんで、はい、こちらに、はい、
続いてモッチーですね。モッチーです。はい。普段エギングロットはフーミンと同じメビウスを使ってるんですけど、はい、最近メビウスはちょっと置いといて、うん、アジングの時にキャロを投げるように準備をしてるブルーカレントの 76TZ。 竿的にルアーって言ったら 10g ぐらいまで投げれるバットパワーがあって、うん、結構チニングとかにも使えるぐらいの 4,50 のチヌをこうぶり上げる、こう引きずり上げるぐらいの力があるやつで、最近エギングをやるっていうのが結構楽しくて。なるほど。やっぱ糸も03とか P の03を今巻いてて、で、竿的にやっぱ3号ぐらいまでしか投げれないんですけど、うんうんうん、重さ的にエギがね、はい、でもやっぱ糸が細い分飛距離も出るしエギングできるんで、これキャストする時とか気使ったりせん、はい、全然です。フルフル指が引っかかったりしたらちょっと怖いけど、慣れてればそんな心配も最近せず普通に投げれてるんで、目標的にはキロを釣りたいなっていう、キロオーバーをちょっとかけてみたいなっていうのが目標ではすね。どんなもんなのか、そうです、シナリオ、ね、シナリオ、はい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 。それに合わせてるリールが、はい、シマノのツインパワーの C2000S、はいはい、2000番のツインパワーです ね、 ですね。かっこいいね、ツインパワーね。ツインパワーかっこいいっしょ、ね、完全にこれ俺デザインだけで買いましたツインパワーの中では2000番が一番ちっちゃいモデル。ドラグ力どんぐらい、何キロやったかな、あ、調べやったけど、あ、ちょっと出しますね、じゃあね。あ、そうですね、うん、普通に味とかも尺超え35とかこれで釣ったことあるんですけど、うんうんうん、そんな心配になったことはないです。ない、優秀ですね。優秀なんです。これみんなにちょっとやってもらいたい。なるほどね、楽しそうね。楽しいです、これちょっと違う遊びができそうね、はい、って感じです。ありがとうございました。よろしくお願いします。今日のフロクー俺やで。皆さん来ましたよ、はい、何買ったと思います？皆さん全然違う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 から、デデデデン、エアリティ、エアリティの LT2500 番です。はい、皆さんこれなかなかないっすから、レア。あんまり行かない釣り具屋さんに行ってエギを買おうと思ったんですけど、まあエギの前にまずちょっとビール見てみようと3度見ぐらいしましたもん。え、探してるのこれだよね。すぐ銀行行きました。ドラグ力が10キロ、この下はもう5キロになります。なんでこれ欲しかったんですよ。多分皆さんこれ知ってる方はみんなこれ欲しいって言ってる。そうですね、感じですもんね。今だってネットとか見てもない入荷待ちになってるんですよ。釣り具屋さんに聞いたら、うん、新しいの出るのが早いかもしれないですねって言われる。そんなことあるんですよで、何回かかな、まだまだ全然、うん、まあ、2、3回か使ってみて、前のに比べたら全然いいし、音ゼロだからもうこれ。いやいやゼロ、普通だ。逆に物足りない。もう一回じゃもう回線ゼロやじゃん。ただ僕ちょっと気になってるとこがあって、はいはいはい、ハンドルのこのこの長さ、この長さ、こっからここまでの、はい、ここからここまでの、ああ、はいはいはい、この長さ、これが前のと一緒なんですけど、はいはい、なんかちっちゃく感じる。まあ多分慣れなんでしょうけどね。カスタムとかできるよ。でもなんかできます。なんかさ、やってる感出してるから嫌かなって。やばくないです。チクチクブルースよ、チクチク。何より、うん、このリーダーめちゃめちゃ気になります。この発音知らんと。え、こうおしゃれ知らんと。これ今流行る。いやいや、東京のみんなこうやってるから。知らないの。どうやって立たせんのよそれ。すっごい立ってるじゃない。ビンビンや。当たり前じゃない。これどこにあるかすぐ分かるわよ。探さなくていいから。ということで、エアリティの LT の2500番買わせていただきました。これで今からエギングやっていきます。はい、頑張ってください。お願いします。はい、ってことでね、新メンバーのエギングタックルの紹介とマー君の付録をね紹介させていただきました。各々の土竿とリールでこれから、冬から春にかけてしっかり頑張っていくので、皆さんのご協力、高評価、チャンネル登録、ベルマークもよろしくお願いします。お願いします。それでは行きますよ。バイチャ。あ、一人？全然だって俺まだマジ。